国力と日本の人口問題の現状を考える国力とは国際関係においてある国家が持つ様々な力の相対を意味する言葉です国際世界において全ての国は国際法上平等ではあるが政治 経済、軍事、産業、工業、技術、科学、文化、情報などの影響力は各国ごとに異なっているのです。アメリカの得意とする軍事技術、IT 技術分野もあり、日本が得意とする 物作りの分野茶道・華道に代表される繊細な美の感覚と精神性を尊ぶ文化的伝統があり欧米にはない日常生活での楽しみ方美を目で歌に読み花を生け茶を喫する文化的背景には 仏教のの持つ精神性があると思うのですイギリスフランスイタリアスペインドイツポーランドウクライナロシアにもおのの得意とする工業技術分野音楽芸術文学の分野と 伝統があるのですそれらの国々のさまざまな要素を総合的に捉えそれを国力として定義し比較し優劣をつけるのは非常に難しいのです。その国の国際的地位はその国の国力によって変わり 国力が高い国は国際社会において大国として大きな存在感を示すことになるようですがそれだけでいいのかという疑問にとらわれるのですしかし現実の国際社会ではそのような格差で各国が 仕分けられているのです国力を軍事力で評価するやり方もあります。昔のモンゴル帝国、ロシア帝国のように軍事的覇権による帝国拡張主義国、イギリス帝国のような海軍力による帝国拡張主義、 第二次世界大戦後の日本のような純粋な経済力による国際世界での地位向上を果たした国など国力の評価は評価基準とその指標によって異なるのです現在においては多くの識者が その国力が高いと評価する国は国際連合安全保障理事会の常任理事国であるアメリカ、英国、フランス共和国、中国人民共和国、ロシア連邦であります。これらの国々は第二次世界大戦の 戦勝国なのだがフランスはナチスドイツに国土の大半を占領されイギリスに亡命政権を移しド・ゴールはロンドンから放送でパルチザンの抵抗を呼びかけていたにすぎないのですいわばかすかに息をしていた と言える存在だったのです。パリを解放したのはアメリカ人を主体とする連合国なのです。故にフランスが戦勝国なのかは疑問が残るところです。一方、英国も孤軍奮闘はしていたが、ドイツ軍による 英国上陸を前にしてアメリカの武器貸与法レンダリース法による兵器の提供によりナチスの上陸をようやく阻止することができたのですソ連も東部戦線でナチスの侵略によりレニングラードは陥落寸前まで行き クルクスの戦いでなんとかドイツ軍を押し戻すことができたのです。このソ連もアメリカの武器貸与法による支援で息を回復し、やっとドイツ軍をベルリンまで追い詰め、ヒトラーを自殺に追いやったのです。 アジアでは中国も蒋介石の国民党と毛沢東の共産党との戦いさらに軍閥との戦いもありそれにつけ込んだ日本軍の侵略で息絶え絶えの状態を支えたのがヒマラヤ越えの飛行機による 武器供与だったのですこの支援にアメリカのレンダリース法があるのです。こう見ると第二次世界大戦の勝者とはアメリカという超大国一国と見なされるのが当然でしょうがイギリスフランスソ連中国は アメリカのテニスがあり何とか立っていたというのが実情でしょう。彼らが戦勝国と威張るのはおこがましいと思うのですが、それが終戦を控え、ソ連、クリミア半島のヤルタでアメリカ・ルーズベルトとイギリス・チャーチュー ソ連・スターリンが会談し戦後処理につき話し合いをしその席で国際連合の設立が話し合われ戦勝国5カ国に世界の安全を保障する責任を与えたのです国連安全保障理事会に 常任理事国の全会の一致でことを処せるという拒否権が与えられたのです。これが現在の国連が機能不全に陥っている原因なのです。実際に世界の安全を保障できる国があるのでしょうか 私にはないと思っています。国連改革、安全保障理事会、常任理事国改革を日本、ドイツ、インド、ブラジルが提案したが、常任理事国側の既得権を守ろうとするブロックに遭い、飛んだしてしまったのです。 戦後、経済大国として国際社会に頭角を現してきた国が日本国とドイツ連邦共和国が代表的です。米国は唯一の超大国として経済や軍事などの分野において世界トップクラスの 影響力を持っているのは事実ですが世界の警察官ではありませんアメリカ西部劇でジョン・ウェイが演じる保安官の役割は今のアメリカにはできません話を本題に戻すと国力の基礎になるのは人口です 国家経済の成長には人口の増加が不可欠なのです GNP は外需と内需に分けられます外需は製品の輸出により成り立つ需要だがかつての日本中国インドのように安い労働力を武器にする 輸出形態は輸出先の産業を直撃し雇用を奪うことにつながり現在では経済協定関税捜査によりブロックされています現在の貿易形態は相互依存型水平分業の関係になっています 例を挙げると台湾の半導体事業は国際分業になっています敵対関係にある中華人民共和国にさえも台湾資本による工場が作られているのですしかし台湾で作るのは半導体の製作 工程です安導体のアーキテクチャ設計するのはアメリカなのですインドもかつては安い労働力を武器にした綿製品衣料品といった輸出から脱却し今では高度な教育を取得した IT 技術者の 海外での知的労働に輸出の姿を変えています。非常に頭のいい方法を選択したと思います。これに対し、中国は安い労働コストを武器に、日本、アメリカ、EU 諸国から資本を導入し、工場を設立し、 そこから製造技術、ノウハウ、管理技術を学び、今度は中国の資本による工場を立ち上げ、日本、アメリカ、欧州各国へ輸出し、中国は大きく発展し、日本、アメリカはその分野の企業の 協商力が失われ、低成長経済に入っているのです。これが日本経済の実情なのです。現在では、労働コストが高くなりすぎた中国からベトナムへ、投資へと重点が移っています。 ベトナム製日本企業の製品が日本市場に位置を占めているのが現状なのです。中国もか手ての一人っ子政策の後遺症で人口が伸び悩み内需が落ち込み GDP の伸び率も鈍化に転じています。 日本経済の人口減少による成長率の鈍化を中国が追っかけているのは間違いありません。現在、目覚ましく経済発展を続けているベトナムもその道をたどるでしょう。これは発展途上国が先進国の 仲間入りをしたということで必然の歩みであるのです。インドは経済発展が目覚ましく先進国の仲間入りをし敵対する中国パキスタンに備え軍備を増強し原爆ミサイル空母 原子力潜水艦を保有するアジア有数の軍事大国になっているのですインドの労働コストもハイテク産業では高くなってきたがしかし膨大な人口があり貧しい人たちも多く内需もこれから伸び続けると 予想されています国力の基礎はその国の人口です人口が増加から減少に転じた日本国力の進展が衰えるのは GDP の推移を見れば明らかです問題は日本産業技術の空洞化です 日本の国際経済における強みはものづくりです。日本民族の持つ勤勉性、国名性、誠実性がよく発揮される分野だからです。それに対し、多民族国家のアメリカの持つ独創性、自由な発想、それを起業化する、 フロンティアスプレッツ起業家を後押しするベンチャーキャピタルは日本社会では定着が難しいようですアメリカは海外からの移民により成り立っている国ですさまざまな国々からアメリカンドリームを求めて移住した人々が 従来とは違う発想でベンチャービジネスを立ち上げるところにアメリカの活力エネルギーの原動力があるのですインド民族が生み出した戦略はインド古来からの宗教的哲学的論理的に深く考える習慣を 大学教育に生かし、論理的思考と英語を生かした IT 技術者の海外進出なのです。これはユダヤ民族、イスラエル国にも言えることなのです。現在のアメリカの IT 企業でも、インド人、 IT 技術者なしには成り立たなくなってきていると言ってもよいでしょう。同時にアメリカの金融、マスコミを牛耳っているのはユダヤ系アメリカ人なのです。このように見てくると日本、アメリカ、中国、インド、 各国民が自国の強みを生かして国際社会に自国の確固たる位置を占めることが大事なのです。安い労働コストを武器にするということは人間としての自分の価値を安く売り渡していることなのです。これは 民族の伝統と誇りが譲るさないはずです私はそうです繰り返し言っておきますが国力の基礎は人口です人口の増加なしでは内需の拡大もなく GDP の成長も鈍化しその結果国防予算の増加も 難しくなります現在の防衛予算では自衛隊員の人件費が半数近く占め正面装備すなわち戦闘機艦船ミサイルといった高価な武器の購入が難しくなり弾薬の購入を抑える方向に そのしわ寄せが言っている現状です新規装備の研究開発予算は難しいのが現状のようです自衛隊員の充足率も減少傾向にあり高度学歴を求める社会のニーズにより自衛隊員の充足率は 低下傾向にあるのです。この状態を一言で言えばいざ敵が攻めてきた時に打つ弾薬が不足し兵裁が足りないというのが日本の国防のの現状なのです。人口減少に対し政府は内閣府に少子化対策の本部を置き 調子化対策白書を発表してはいるがこれは分析に重点を置き有効な対策を打ち出せない現状なのです乱暴なことを言えば戦争中に叫ばれた「埋めよ増やせよ」ということになるのですがこれだけは法律で 強制するわけにもいかず、しかも高学歴を求める社会的要求に応じ昔は中学高校卒業で就職結婚出産子育てが20代から30代で行われ子供も 2、3人持つことが当たり前でその結果人口増加してい,いったのです現在の社会は所得水準も上がり経済的にゆとりができ高学歴を求め大学に入るのが当たり前になりさらに大学院に進み 博士博課程に進むのが多くなったのですこうなると結婚年齢が高くなり少子化が加速するのが当たり前になってくるのです大学院で終始博士課程に進むのは研究者学者になるのには必要で 一般会社に就職するには大学課程で十分なはずです。もっと言えば中学卒業で十分だと思っているのです。国語、数学、歴史、地理、物理、英語、中学課程の教科書内容を。 十分に使いこなせれば、日本社会で生きていく上では十分なのです。しかし、現在の日本社会では、工学歴が進んでいるが、英語も、数学も、物理も、哲学も、会社の仕事でも、個人生活でも、 生かしていない現状だと私は見ています高学歴が進んでいる日本人の知的レベルは明らかに低下していますこれは私が主催している YouTube、Twitter、f a c e b o o k 上の講義に対する受講生のコメントが 小学生以下と思えるコメントが多くあるのです。彼らは正しい日本語さえ使いこなせないありさまです。少なくとも大学で文学、語学、物理、数学、哲学を履修した人間とは言えません。繰り返し優雅。 日本人の知的レベルは明らかに低下しているのです。私は今、ロシア・プーチンによるウクライナ侵攻に対し、注意深く見てきたが、ウクライナ避難民の日本国への受け入れに協力しているのですが、これを現在の 日本人社会の人口減少という現象に当てはめて考えると、ウクライナ人を日本人社会に受け入れ、日本人と結婚するならば、日本人という単一民族の地に多民族の遺伝子が混ざることで新たな発想、 新たな意欲を持った新しい日本人が生まれるのではないかと静かに期待しているのです日本人の発想は単純で多方面から深く考えるということが足りないと考えていますこれはインド人 イスラエル人とと話し合うとつくづくづ感じるのです現在日本政府は橋田総理大臣岸防衛大臣がインド太平洋地域での日本の防衛協力支援の強化を表明しているがその源泉ともいえる国力は 人口減少により縮小に転じているのです。防衛費の拡大は結局は赤字国債に頼ることになります。ということは借金を後世に残しアメリカにいい顔をしているということになります。今日本国民 および政府がなすべきことは人口減少から人口増加に転じる手を打つことですこれにはウクライナ避難民の積極的な受け入れが日本民族にとって役立つ契機になるのではないかと考えているのです以上です 2022年6月12日 INU 研究機構学長教授久保です。